本伏せ中に注意すること一つ目は梅雨です。これは主に外で管理している方に向けてです。仮伏せから本伏せに移る時期は5月から6月にかけて、この時期は人間にとっても心地いい気温ですよね。椎茸も同じです。じゃあなんで梅雨がダメなのと思いますよね。ダメな理由は気温ではなく梅雨の長い雨です。ダメというか危険度が上がるということなんですが、雨が適度に降ること自体は OK です。適度に保水しないと椎茸菌も乾いちゃうので。ところが長雨になると一転して危険なんですよ。椎茸菌が溺れます。溺れたまま放置しておくとそのまま五輪中なんてことが起こります。なので溺れさせないためにはこの雨を遮れなければなりません。とは言っても森で管理する場合は木々が雨をある程度防いだりしてくれるので心配する必要はあまりないでしょう。ただ何もないところで1ヶ月単位の雨が当たり続けることが予想される場合は、少なくとも黒い遮光ネットなどで上部を覆ってあげる必要があります。雨に対して遮光ネットって意味あるのとも思いますよね。ぶっちゃけると何もないよりはマシっていうぐらいです。雨粒が雫になって結局は落ちてくるので。ただ梅雨以外にも役立つので貼っておいて損はないのではないかなと思います。あと原木の前後左右にも遮光ネットは貼ってもいいんですが、その場合は空気が淀まないように気をつけないとカビの発生の原因になるので注意してください。まあ、梅雨に関しては建物の中で管理している人は風通しさえ確保すれば通気がちょうどよく、むしろ悪くない環境だと思います。この極端すぎる暑さが椎茸菌にとってはやめてくれとなります。まあ、人間も一緒ですけどね。この椎茸菌がやめてくれとなる温度はだいたい35度以上だと思ってください。